はいみなさん、えー、こんにちは。今回もね、グレーでこの動画撮ってます、えー。今回の話はですね、えー、キャラ問題、えー、なんですけどもね、まあこの問題ね、私も前からね、言わさせてもらってる通り、絶対にこのままね、風化させちゃいけないですよね。という中で、まあ、私もね、えーまあ、そこということでお話をさせてもらいましたけども、先週のね、28日でしたね。 あの安田種男さんのご遺族の方、お父さんとですね、お姉さんがこの文春の記者の方の、えー、まあ直接のね、インタビュー取材を受けておりましたということで、まあ、内容に関してはね、ある程度その素行ということで私も口頭ベースでお話をさせてもらっていたんですけども、えー、この度ですね、えー、この文春さんの方で、えー、実際この週刊文春の電子版のね、ところでこれ無料公開になってますね。なので、どなたもえご覧になれると思うんですけども、 えー、その実際の会見の、ねえー、内容をです、ね、全文文字起こしされております。えー、なのでね、これをねご覧になってもらえると、えー、その会見の内容ね、まあ、あれがね、とにかくあの会員限定で、なおかつですね500人、えー、まあ、ね早いの勝ちありませんけど、500人限定のインタビューでしたのでね、やっぱりご覧にならなかった方も相当いられると思いますので、えー、このね、もうすでに文春の方で、 えー、無料公開しておりますけれども、えー、全部ね、文字起こしされておりますので、ぜひね、そちらをご覧になっていただきたいんですが、まあ、私もですね、えー、さっき言いましたように、この問題に関しては絶対にね、風化させてはいけない。でご遺族の方の最初からの、えーまあ、ご希望というかですね、思われているところはもう守備一環として一つなわけですよね。要は、えー、この安田種男さんの不審にお亡くなりになった、この事件に関して真相を知りたい。で、その真相を知った上で、もう終わりにしたいと。 まあこれね、切なるね、真実の声ですよね。まあ、そういったようなことを、やっぱりね、えー、このままね、風化させちゃいけない、絶対に終わらせちゃいけないということで、皆さんとともにやっぱり、えー、私もね、とことんまで話をしていきたいなというふうに思ってます。はい。でですね、あのー、今回は、この動画に関しては、その28日にね、私も速報版ということで口頭でお話しさせてもらいましたけど、 その時にちょっとね、やっぱりね、あの、速報で口頭ベースだったので、あ、これちょっと言うの忘れたな、みたいなね、そういったようなところ、もしくはですね、ここの部分はやっぱり強調すべきかなっていうところを、え、ちょっといつもの黒板でね、まとめました。なので、やっぱりこの部分だけはね、皆さんと共に知っておきたいし、やっぱりね、どんどん追求していかなきゃいけない、その部分だと思ってですね、え、ちょっとまとめたような次第なので、まあ皆さんにおいてもね、ぜひ最後までご覧になっていただければなっていう感じです。 で、ででちょっとままた画面変えます。すはい、えー、でですね、ご覧になっていただいている通りですね、要はあのご遺族の方にとって、この進まない再捜査、いっくら言っ,てでも言ってもですね、えー、再捜査が始まらない、これに関してね、何を思うのか、えー、何をね どういったようなことをね、苛立ちとして思われているかっていうことに関してインタビューがあったんですけども、まあその中でね、さっきも言いましたように、ちょっとね、ああ、この部分は、この部分はなーっていうことをね、ちょっと強調して言いたいなというふうに思いますけどね、まずはね、あのー、これやっぱり結構ね、一番上に書いてあるところは結構ね、えー、まあさらさらっとね、この,ご遺,族のご遺族の方言われてるんですけど、要は2018年の再捜査が始まりましたと。で、 X 子、えーまあ、さんですね、が木原氏とこの再婚してましたとで、子供がなおかつ2人いるといったようなことを、その時初めてね、えー、ご遺族の方は、ね、刑事さんから聞いたらしいんですけども、まあ、そのことを、ね、聞いて、やっぱりね、その2018年の再捜査、これもいきなりね、えー、8ヶ月9、9ヶ月ぐらいでいきなりバッとね、打ち切られましたけども、やっぱりその捜査のハードルが上がっているといったような様子がうかがえたんですって、やっぱりね、 えー、そのエクスコさんが再婚した相手が、えー、木原誠二、まあ、元、ね、官房副長官というようなことがあって、まあ、その時は違いましたけどね、まあ、そういったような、ねえーまあ、自民党の要職についている国会議員だというようなことで、えー、当然それを、ね、知ってねああだからやっぱり、ね、この再捜査もちょっとハードルが高いかなというふうに思われたらしいんですね、まあ、こういったようなことも結局警察からの、ねえー、圧力じゃありませんけどもそういったようなことを、ねえーね、少なからずも 感じておられたっていう話だと思います。で、えー、これはね、あの、私もね、その速報版でお話しさせてもらいましたけど、内世ですね、この世田谷警察署も、警察署も含めてね、3回、3回このご遺族の方は訪問されてるんですよ。その度にですね、例えば弁護士が立ち会いだとダメだだとかね、とにかくスマホも全部取られてね、ということで非常に厳しいね、マークにあって、で、聞かれた話がね、こんなことだったっていうことで、 要はね、えー、その 3, 3回目のね、訪問をね、世田谷警察署に行った時もね、種尾さんの,、えーそのね、手の写真を見せられたらしいんですけども、それこそね、自丸ですね。えー、もう黒丸の分に関してはいつも言っていますけど、すいませんということで、まあ、自丸の場合につくと思われるような手の傷がない。で、ただ単に赤切れのような小さい傷だけで、まあ、そういったのはなんかね、状況,状況証拠というか、もうそういったね、 なんていうのかな非常に細かい部分だけ言われるだけでもうとてもじゃないけど、えー、そのね世田谷警察署に3回行ったにもかかわらず3回目で、ね、訪れたにもかかわらずろくな説明がなかったっていう話ですよね。まあ、ふざけてるよねはっきり言ってね。であとねこの一番下に書いてあるところは非常に重要な話なんですけども、えー、これ事件はね こういったような、あの、マルチン事件じゃありませんけども、こういったような事件に関してはね、装置して初めて終わりになります。といったような説明があったらしいんですね。ところがですね、これはね、まだ装置がされていない。で、この装置というのはどういったことかというと、通常はその検察から警察サイドに対して、事件をちゃんと立件しなさいと、ちゃんと捜査をしなさいといったような命令が入って、それによって立件表というものが交付されるらしいんですね。 で、その警察側としては、ちゃんと捜査をしました、終了しました、といったような書類を、この立件表とともに、検察に送致する。そこで、捜査が終わるらしいんですね。こういったような手続きが、警察サイド、もしくは検察サイドとしては、必要なんだけども、さっき言いましたように、そのね、2018年当時においてもですね、えーまあ、事件に関しては、送致して、まあ、要はね、まだ送致されていないと。 言ったようなことで、要はね、事件は実際にはまだ終わっていない。それがまたね、今回のこのインタビューの中ではっきりしたっていう話ですね。これ結構重要な話だと思いますよね。要は、単純に言って、再捜査しろって言ってるけども、前の捜査自体はまだ終わっていないといったね、そういった事実があるわけです。はい。で、まあそういったようなこととね。あとはですね、 まあこれもね、本当にどうなっちゃってるのかなって感じですけど、そのね、えー、まあ安田谷夫さんがお亡くなりになった2006年のこの4月にね、えー、その事件現場から大塚警察署へ遺体が運ばれて、翌日に司法解剖が行われるというふうに説明をご遺族の方は受けたらしいんですね。ところがですね、その10日の夕方になんかいきなり説明があってね、 要は,要は事件性がないと考えて矛盾しませんみたいなことを言われてそのね司法解剖がなんか知らないけどねな、えー、くなっちゃったみたいなねそんなような話なわけですよ要はねこの事件性を判断するための司法解剖にもかかわらずいきなり事件性がないこの事件性がないと言っている意味もわかりませんけどねそういったようなことが言われたいきなり説明を受けたらとかね もうこういったようなこともね、なんかね、そのおかしいなっていう話ですよね。まあそういったようなね、ことらしいですよ。そういったことを、えー、司法解剖前の担当の刑事が言っていたらとかね。で、えー えー、まあ、あの、このね、この一番最後ね、ここに書いてある部分もね、私もこれも、その速報版でお話をさせてもらいましたけども、やっぱりね、私のこの、えー、そのね、速報版の動画でもコメントでいっぱいいただきましたけど、やっぱりね、この話、刑事告訴してもらってよかったというようなことをね、言われているような、えー、視聴者の方、いっぱいおられました。要はね、えー、今現在は、このご遺族の方に対して親身になってくれるような弁護士の方がいらっしゃると。で、その弁護士の方と一緒にですね、えーその 被疑者、えー、不詳というかね、まあ、誰が実際犯人なのかわからないという中でその被疑者は不詳といったような形で刑事告訴を準備を今現在進めているといったようなことでこれはねはっきりさせましたね。まあ、これに関してはね皆さんもそうだそうだっていうふうに思われるかもっていう感じですよね。 で、まあ、あのご家族の方にとってはね、もうこの刑事告訴をしてそこで真相を明らかにしてもう終わらせたいと要はね、これね、これお姉さんが特に言われてましたけど私たちも残りの人生を楽しく生きていきたいそそりゃそうですよね。これお父さんもね、最初の会見なんかも、えー、泣きながらの会見ね、まあ、お姉さんもそうだったんですけどね。まあこういったような、ねえー、それこそですね、2006年ですからね、もう17年前の。 えそのね、タネオさんが亡く,なられた亡くなられてしまったというようなことを、いつまでも引きずらないでね、やっぱり残りの人生は楽しく生きたい。そりゃご家族の方はそう思うと思いますよ。といったようなことをね、やっぱり親民に言われていたね、ねというような話ですね。はい。で、ちょっと次のページ。でね、これもね、ちょっとね、これはね、あの私も素行版の中でお話をさせてもらったんですけども、 要は2006年に担当した刑事それとですね2018年に再捜査始めた時の刑事全然対応が違ったっていう話なんですよね。要は2006年には2名の担当の刑事がいたらしいんですけどももうその人がねもうなんかね「ああやってます」みたいなことを聞いても言うだけで全然親身になっていない。 ところがですね、この2018年確か大塚,大塚警察署の女性の刑事の方でしたよね、まあ、その方は非常にね、丁寧で遺族を思った話をしてくれたといったようなことでねどうなんですかっていう感じだよねこれがね国家権力なのかっていうことに関してもね、非常に苛立ちがを覚えますよね同じその国家権力にね国民としては頼るしかないわけですよそれに関してですねこういったような、ね、差別的な、えー なんていうのええー、まあね行いをされるというかですね対応されるこれ自体がねちょっとね憤りを感じざるをえないというかですねとんでもない話ですよねはいでねちょっとその下にね実はこの「文春」の無料公開版のね URL ググってもらうと皆さんもご覧になっていただけるんですけどもそこにはですね大塚警察署にこのご遺族の方が一番最初だと思うんですけどねこの上申書 提出しましたよね。その上申書の内容がですね、そのまま、えー、まあこれ原文がですね、そのまま載っております。で、それをね、そのまま私もね、えつけてるだけなんですけども、まあちょっとね、簡単にね、えー、読ませさせてもらいますけどもね、まあ上申書ということで、えー、今年令和5年7月17日で大阪警察署長どの、 えということで出されているわけですね。で、2006年4月9日に、えー、まあ、不審にね、お亡くなりになった安田種男の遺族ですということで、もう真相を知るために、捜査を続行していただけることを心から望んでおります。心から望んでおります。ということをね、訴えているわけです。まあ、そういったようなことで、ちょっとね、またこれをね、最後までね、ぜひご覧になってもらいたいんですけども、 あのまあ、あの普通にね、この URL ググってもらえればすぐに見れますのでね、あとでまたご覧になっていただければなというふうに思います。要はね、えー、単純な話事件性がないって言われてるけど、どうしてもそれに関しては納得いかないと、ね、言った中でもうとにかく真相が知りたいんです。故に再捜査をしてもらうことを、ね、とにかく心から望みますと。もうほんとね なんていうのかな心のか心声ですよねいやそういったようなことがこのご遺族の方が大阪大塚所長宛てに出しているにもかかわらず、えー、もうねいくら言ってもですねなんかろくな説明もしてくれない。でとにかく、えーもう もうなんかね言われるたびに事件性がない、事件性がない。で、挙句の果てに、えー、警察庁現在、現在の警察庁長官が、露きさんがですね、事件性がないみたいなことで言われちゃってるわけだよね。そりゃご遺族の方納得できるわけねえよねっていう感じですね。はい、といったようなことで、えー、ちょっとね、この文集のですね無料閲覧できるようなこのサイトもね、私のこの動画の概要欄に貼っときますので、えーね、より詳細をお知りになりたい方は、ぜひね、ご覧になってみてください。 と言ったようなことですね。絶対この事件ね、この内容に関してはね、風化させちゃいけませんよね。と言ったようなことです。今回もありがとうございました。バイバーイ。